龍前長江らの活躍で脅威は無事恒星山を突破した。これで脅威は無傷のまま巨匠に潜入できるはずである。討伐軍と合流することも十分可能となるだろう。私たちの鮮やかな活躍により脅威殿は無事恒星山を突破しました。これで傷一つなく巨匠にたどり着くことでしょう。脅威は強い。怪我がなければ一人で何とかするだろう。では参りましょう。新たな未来の幕開けです。すべて飲み干してやろう。今日こそ主典同時を捕らえるぞ。時は有限なのだ。いつまでも追跡劇を演じるわけにはいかぬ。本体は正面から巨匠を攻めよ。無理はせず敵の注意を引くよう努めてくれ。その間別動隊は石より城内へ潜入する。ひそかに人質と主典同時を晒すのだ。気づいた。わしの主治に行くんじゃ。誰にも邪魔させんぞ。おのども、奴らを消し出せ。ここに聖祭殿が囚われているはずだ。一部屋ずつ探していくしかない。よくやったな。そうだ、覚悟しろ。実に素晴らしい。私が出よう。待っていてくれ。それがしが必ず救い出してみせる。どんな世界でも人は人を思っている。素敵なことね。私が出よう。さて聖祭はどこだろう。一人で寂しい思いをしているだろう。どうしたらそのように強くなれるのだ。聖祭という女性を探しているのですが、他にも囚われの女性がいると聞きます。ですがここには私だけです。見張りの数に敵も。すみませんが、しばらくここに置いていただけますか。かかってきやがれ。
正直もうダメだと思っている。私が出よう。ありがとう。無事聖祭を助けられたのだ。安心したぞ。救出できたなら本気で行かせてもらう。お救いくださるのですね。ありがとうございます。一人では動けず途方に暮れていたところ、私も同行させてもらえるだろうか。これで人質は全員救出できた。あとは主典道寺を捕まえるだけね。なに、わしの女たちが奪われたじゃと。いえ、すぐに取り返せ。全軍進軍させろ。位置は無事だったか。よかった。お、まだ美しい女がいるではないか。わしのものにしてくれよ。ウイチ様が助け出されたか。ならば見ていろ。制裁の誉れ高き小指揮がある。早く私に倒されろ。そもそも光沢には何の義理もないんだ。やってられるか。私が出よう。あらがえ。眩しいほどの働き。わしの前に立つか。あやめだね。よろしく。そういえば気をつけた方がいい。そろそろ水地が逃げ出す。天道寺の一生はずだ。
そうだか。やっぱりやられると。ここは引いておくか。少し前に別の方に助けてもらった。ごめんなさい。でも脅威殿には感謝しています。おい、スペンドージ、このクズ！俺も一緒に来るんだよ。私が出よう。こいつら四天道場を狙っているのか。なら一に逃げ切れたが。いいだ。さて、改めて問おう。お前は何者か。名は四天道士。それより他は何も知らぬ。では問いを変えよう。己が何者か知りたくはないか。お前がその答えを持つというのか。いや、おそらく答えはお前の中にある。それを引き出す手伝いをしようというのか。この私に協力すると。その代わり我らにも協力してもらおう。いいだろう。正義貫いてやったぜ。時を超えて救われたとはにわかには信じがたい話ですね。しかし今ここに私がいること、命を救われた恩義に報いるため、今日白薬これより共に参ります。今宵の酒を。私が協力してあげる。それにしっかり感謝して。よう、今日はどうするんだ。
また来てくれよ。よう、今日はどうするんだ。また来てくれよ。よう、今日はどうするんだ。また来てくれよ。